見えん、まだ見えん。あ、できとるわ。ただ倒れただけやな。うん。え、できてる？ちょっと見せて。きっとバランスが悪かったんやな。奥の方しかできへんやろ。え、よく、え、こっちのできてるやん。俺も取らしてくれるぞっか。よう見てせよ。ヘビがおらへんな。そんなんですまへんがな。奥の方が古いね。ここにいっぱいあるやんけ。後ろ見てくるわ。もうそんだけあったかいいうことやな。味は一緒ね。全然あかんわ。大きい箱なかったら。向こうも大きいのいっぱいあるもん。うん、そんなん捨てろ。いや、映る映る。こんだけあるんやから。知らん。いるやろ。反対側も結構あるもん。まだ
いや。お前の見落としがいっぱいあんね。裏側へ回ったらわかるわ。必死になってんだ。ガセ。これ先持っていくわ。必死やなもう。ちっちゃいのを残しといて。いや、取られた。ちくしょう。今から順番に上から覗いたらまたあるし、バランス崩れたんやな。うん、そういうこと。びっくりした。動物が入って潰したかなって。
白くないわ。これ直さんなんし。ホーム場所ないやん。立ててもいいけど、なんか引かなあかんな。うん、雑菌が入るから。なんかビニールでもええねんけどな。こっちやん。これちょっと気ぃつけて取れよ。崩れてきても知らんでよ。どうしようもないで。そっちもいけるな。うわ。うひゃ。嫌なんだ。抜いて取るから木を取るから。そのちっちゃいのどうせ上がんない。次できるんやから。これやね、これ。あ、